やっぽー、あみぴです。テンション激落ちなんですけど、これ見てください。この前セルフカラーして、結構私セルフカラーしてるんですけど、初めてミスって、でなんか左右対称にまだらになっちゃったんですよね。で今日彼氏と彼氏の行きつけの美容室に彼氏同行で行くので、ちょっと頑張っていきたいと思います。で私結構美容室恐怖症みたいなところがちょっとあって、昔過呼吸っぽくなった時があったんですよ。でもなんかそれって過呼吸になった時に美容師さんに言えなくて、そっからなんかカラーとかちょっと時間かかるのは極力避けてたんですよね。だけどもうセルフカラーする体力もちょっとないので、今日は何色にするかまだ決めてないんですけど来ようと思います。で帰ってきたらどうだったかっていう感想と髪色を見せたいと思います。ちなみに今日は雨です。せっかくのデートなのに朝なんか喋ることあるかも。ないです。もうないです。ブルルリンズくんが前に転換します。サタデーエースみたいな人がやってくださいサタデーエースじゃあ行ってきます。美容室行くんですけど、ちょっとその前にデートするので髪巻いてみました。なんか今日声ちっちゃいな、なんかあれもっとあれ声よちょっと、おしゃれしました。雨降ってるけど楽しんできます。アイピー今カラーしてます。カラーはなんだかんだでピンクにすることになりました。カラーリングが終わって放置してる時間です。めちゃくちゃお兄さんが優しくて、今のところ過呼吸になってないです。ちょっとやばいかもって思った時が少しあったけどなんか会話してたら意外と乗り越えて今に至ります。浩平さんっていう方に、染めてもらいました。スタッフの方がみんなすごいって言って、やり方を教えてほしいって言ってたんですけど、企業秘密何度も企業秘密と言ってやり方を明かしきれないというライバル、みんなライバル、みんなライバル、うん面白いで、面白い。ただいま。結局ピンクにしました。なんかいろいろ相談したんですけど、美容師さんに。さっき紹介した浩平さんっていう方
方に相談したんですけど、やっぱりピンクがもう根元に入っちゃってたので、暗い色とかにしてもやっぱり、うん、あまりここのピンクが強すぎてあんまりかなっていう感じで、それでやっぱりピンクを入れるっていうことにして、すごい綺麗に入って、もう本当に感動しました。しかもなんか私が予想してたピンクより、なんかなんて言うんだろう、私が想像してたのはもうちょっと紫っぽいピンクになっちゃうのかなって思ったんだけど、もう理想をはるかに超える可愛いピンクになって、もうピンクにしてよかったなって思います。多分前回セルフカラーしたピンクよりも明るくなってて春らしいかなって思ってます。最初ね、撮った動画ではね、このニット着てなかったけど寒かったんで急遽ニット着ました。今日はララポートにも行けたし、美容室行けたし、で帰りジョナサンで夜ご飯食べたし、最高な休日でした。で、浩平さんはなんか全国2のカットが上手い人みたいで、私はそれを知らずに雰囲気で指名したんですけど、腕のいい方にカットカラーしてもらってよかったです。そう、ちょっとだけね、毛先もね揃えてもらいました。傷んでるとこ切ってもらって若干短くなりました。わーい。ということで、多分今回の動画はいつもより短いと思うんですけど、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 Twitter、Instagram、TikTok、ブログもやってますので、よかったら概要欄から URL 飛んでみてください。また動画投稿します。アミピだし、アミピで、アミピでした。またねー。